それで最近彼氏とはどうだ？お父様、急に何をおっしゃるの？いや何、最近は救護院の経営も安定しているようだし、お前の進めている事業も順調だと聞いた。そろそろ身を固めることを考える時期だろう。貴族の娘としては特に早くもあるまい。それで本音は？お前宛ての見合い話がひっきりなしで、毎度断るのも面倒になってきたところだ。お前が誰かいい相手を見つけてくれれば、この煩わしさから解放されると思ってな。あっきれた。どうせそんな理由だと思ったわよ。お父様が急にそんなこと言い出すなんて変だもの。何を言う、マナ娘を気にかけない親などいないさ。しらじらしい。で、まさかそんな冗談を言うためだけに呼び出したわけじゃないわよね。うん、雑談はこのくらいにして本題に入るとしようか。サレン、お前を呼び出した理由はこれだ。これってランプ？ずいぶん年季が入ってるけど、ランドセルではあまり見ない衣装ね。ああ、かれこれ何年探したか。このランプはある砂漠の国の王が探し求めていた品なのだ。遠い昔に失われた国宝だと聞いている。その王様からお父様が探すのを頼まれてたの？ああ、いわゆる窮地の中というやつでな。初めてその話を聞いたのはもう随分前だが、伝説の品を本気で探すという発言に驚かされたものさ。だがそのランプが見つかったのだと連絡を入れた時、彼は本当に嬉しそうだった。私はこれを彼の元に返して、公私ともに末永く良い付き合いを続けたいと考えている。つまり？お前にこれを届けてきてほしい。ランドソルの遥か西、砂漠の国サラサリアの国王へ。お父様が単なる茶飲み話に呼びつけるなんてありえないと思ってたけど、事情は分かったわ。でも私だって暇じゃないのよ。仕事はあるし、救護院の子供たちの面倒だって見なきゃいけないし。ちゃんと報酬はもらえるんでしょうね。当然だと思う。報酬は弾むし、必要な経費はもちろん負担する。子供たちが心配なら人でも手配しよう。そうだ、ついでに例の彼氏を連れて行ったらどうだ。国外への長旅だ。護衛にもなるし、婚前旅行にはちょうどいいだろう。ちょ、どうしてそこであいつが出てくるのよ。それに婚前旅行って。商売も恋愛も気を逸するのが最大の損失だ。そして早い者勝ちでもある。どうだ、結婚まで行かずとも婚約くらいは考えているのか。私がお前の母さんを好きになった時なんかは。別にあいつとは何でもないから。もう分かった分かったわよ。お父様の頼み事引き受けてもいいわ。その代わり、成功報酬にもろもろの条件忘れないでよね。あとあいつはまだ彼氏でも何でもないから。お茶ごちそうさま。うん、まだか。なんだかんだ自分の要求はきっちり通してくるところがお父様よね。普通国王への届け物をお使いさせる？まあそれだけ信頼されてるってのはいいんだけど。これが国宝のランプか。国の紋章みたいなのは刻まれてるけど、そんなにすごいものには見えないわね。あ、ここちょっとくすんでる。付近はあった。ちょっとなかなか落ちないわね。でもお父様ったら何を考えてるのかしら。婚前旅行だなんて、あいつはそんなんじゃ。確かに一緒に旅行に行くなら
あいつしか考えられないけど。でも旅行か。結婚前提かどうかはともかく、あいつといると退屈はしなさそうよね。ハプニングに巻き込まれがちだけど、それも思い出になるような。行けるならそんな楽しい旅行に行ってみたいわ。当面は無理だろうけど、それでもいつかあいつと、なんて。よし、完璧ね。綺麗になったじゃない。やだ、もうこんな時間。明日は商会ギルドの会合があるのに。早く寝ないと。お兄さんとの旅行、それがお望みなんですね。久しぶりのお願い、僕嬉しいです。その願い叶えましょう。いい？みんなちゃんといい子にしてるのよ。はーい。あら、あなたどこの子かしら。本当だ、あなた誰？ママサレン、この子も今日からうちに住むの？やだな、サレンお姉ちゃん。それにみんなも。サレンお姉ちゃん？あ、間違えました。確かママサレン。約束でしたよね、サラサリアの国王様へランプを届ける旅行に僕も連れて行ってくれるって。え、私そんな約束してたかしら。それにあなたのこともやっぱり見覚えが。わわ、疑われちゃってるみたいです。どうしましょう、このままじゃお願いが。こうなったら。してましたよ。ほら、よく思い出してください。あれ、なんか頭がぼーっとする。サラサリアは僕の生まれ故郷なので、サレンお姉ちゃんが送ってくれるって約束だったんですよ。そう言われればそんな気も。そう、確かあなたをうちで預かってたのよね。そうだ、今日一緒にお出かけするって言ってたような。そうよね。ごめんなさい、子供たちのことなら忘れるはずがないと思ってたんだけど。いいえ、思い出してくれたなら何よりです。そんなことよりそろそろ出発しないとですよ。忘れ物はありませんか？ええ、大丈夫。それじゃあ行きましょうか。わあ、ここがランドソルですか。人がいっぱいですね。そんなに多いかしら？いつもと同じくらいだと思うけど。あ、そうでした。ん？私たちの乗る馬車は。あ、待ってください、もう一人の場所を調べなくちゃ。うん、次はこっちに行けばいいんですね。あ、ちょっと、もう一人って何のこと？何でもありませんよ。それよりサレンお姉ちゃん、こっちですよ、こっち。もう勝手に一人で行かないでって。あんたこんなところで何してるの？住み込みの長期バイトの予定だったのに、向こうの人が採用人数を勘違いしてて取り消しに？
それは災難だったわね。それじゃあ、あんたは今かなり暇してるってこと？こんな偶然ありえるの？旅立つその日にこいつと会って、しかも相手の予定はなくって、こんなのいかにもここで誘えって言ってるみたいじゃない。機を逃すのが最大の損失。いい言葉ね、お父様。だからその言葉に今はちょっと勇気をもらうわ。ねえ、しばらく暇だって言ったわよね。だったら、そのあんたも来てくれない？私と一緒に砂漠の国サラサリアへ。ええ、もちろん。ちょうど旅の道連れが欲しかったところなの。長旅になりそうだし、初めての国だから知り合いがいると心強いわ。荷物持ちでも用心棒でも、ううん、役割は何だっていいの。私はあんたがいてくれると安心できるの。どう？決まりね。それじゃあよろしく頼むわ。サレンお姉ちゃん、旅の荷物ならそこのお店で揃いそうですよ。この子、うちの救護院で預かってたんだけどね、サラサリアの生まれらしいの。一緒に国まで送り届けてあげようと思って。はじめまして。僕、お兄さんがどんな人か会ってみたかったんです。よろしくお願いしますね、お兄さん。おや、配達帰りに見慣れた顔がいると思ったら。ルカさん、こんにちは。この前のお魚美味しかったです。そうかい、そいつはよかった。魚闇折りに尽きるってもんだよ。私がアルバイトしてる魚屋のお得意さんだ。大抵はスズメやアヤネたちが来るけどね。それより随分な大荷物じゃないか。どっか遠出でも？ええ、父からの頼みで届け物に。砂漠の国までの長旅だからしばらく留守にしますね。へえ、砂漠の国か。話には聞くけど行ったことはないね。気をつけて行っておいでよ。そういや、ソレン、その隣にいる子は？あんたんとこで預かってる子かい？はい、こんにちは。ルカお姉さんは旅するのは好きですか？ああ、知らない土地に行くのってワクワクするだろう。私の場合は大抵行き先は決まってないんだけどさ、ふらっと気の向くまま、足の向くままってね。なんだったら今度どこか一緒に行ってみるかい？温泉、海なんかもいいね。あんたんとこの子供たちも連れてさ。なるほど、ルカお姉さんは旅が好き。あの、サレンお姉ちゃん、ルカお姉さんと一緒の旅だと嬉しいですか？うん、そうね。小さい子供と大きい子供が一人ずついるから、大人なルカさんがいてくれると安心かもね。ちょっと、あんたがキョロキョロ見渡しても絶対に見つかりっこないわよ。それだけは断言できるわ。サレンお姉ちゃんはルカお姉さんがいると嬉しい。うん、なるほど、わかりました。あ、それなら、おい、ルカちゃん、探したよ。悪いんだけど、急ぎの配達を頼まれてくれないかな。魚屋の親父さん、配達はいいけど随分唐突だね。で、どこに行きゃいいんだい？それが西のサラサリアって国なんだが。サラサリアって、
ちょっと待ちな。国ってことは外国からの注文かい？そうなんだよ。なんでランドソルのそれもうちみたいな魚屋にわざわざ注文したのかわからないんだけどさ。とはいえ注文は注文だし。あのルカさん、話の途中で悪いね。ソレン、こいつは大仕事みたいだ。今すぐ旅の支度を。私たちも行くんだけど、そのサラサリアに。それ本当かい？私たちの目的地も同じなの。お父様の代わりにこのランプを届けにね。これも縁ってことかね。ソレン、その砂漠行きに私も加えてもらえないかい？サラサリアまでの馬車代は頭割り、食費や宿代は個人持ち。この条件なら乗った。それじゃよろしく頼むよ。親父さん、注文の品だけ急いで準備しておくれ。皆さん良かったですね。あれ、お兄さん、僕の顔に何かついてますか？ちょっと馬車を待たせちゃってるわ。はい、お兄さん、僕の手をどうぞ。ロマンシングサラサリア、砂漠の花嫁と不思議のランプ。それで、そのサラサリアって国はどんなとこなんだい？サラサリアは魔道具に使われる鉱石の産地として有名なの。魔道具の製造技術なんかも発展してるらしいわ。でもそれが原因で他国から狙われ続けた歴史もあって、よそ者に厳しいお国柄って感じね。そこの馬車止まれ。来たわね。お父様に紹介状も書いてもらってるし、無事に入国させてもらえるといいんだけど。事情は承知した。しかしサレン殿以外の入国は待ってもらおう。申し訳ないが、身元不確かなものはたとえ付き人であっても入れるわけにはいかんのだ。身元不確かってそんな失礼な。みんなの一体どこが。まあ私は寝なし草みたいなもんだし。僕は住所も分かりません。確かにそうかもしれませんけど、でもみんなは付き人じゃなくて、その付き人じゃ入れないなら、それ以外で一緒に旅行するような間柄。あ、そう、私たちはその家族なんです。あ、そうよね。こいつとは家族みたいなもんだし、ルカさんもこの子も親戚としてなら。それがサレンお姉ちゃんのお願いですか？ええ、そうよ。そういうふりをしてちょうだい。あ、そうですそうだよね。お父さん、お母さんたち。マジ？実は私たち夫婦なんです。私とこいつとルカさん3人の。サレン？あんた何を。し、ルカさん、とりあえずここは話を合わせて。うん、お願いします。門番さん、僕たち家族みんなでここを通りたいんです。そう言われても。待てよ。そうか、
家族なら仕方ないな。うん、仕方ない。そうだ、何を疑っていたんだ。私は先ほどの非礼を詫びよう。疑ってすまなかった。すぐに門を開けさせる。ありがとうございます。あんなに疑ってたのに急にどうしちゃったのかしら。その子のお願いが聞いたんじゃないか。本丸、問題は解決したんだ。気が変わらないうちに早く行こう。にしても夫婦ってのはないだろう。夫婦ってのはしょうがないじゃない。他にいい言い訳が思いつかなかったんだもの。信じてもらえて助かったけど。さあ皆さん、着きました。ここが熱風と神秘渦巻く砂漠の国、サラサリアへようこそ。あなたたちどこから来たの。まあランドソルから。それは大変だったでしょう。ぜひともゆっくり観光していってくれ。魔鉱石の産地以外にも見どころたくさんあるんだぜ。さっきとは打って変わった歓迎ぶりね。同じ国で合ってるわよね。サラサリアは入国制限が厳しいですけど、門を入れば旅人のことをみんな歓迎してくれます。鉱石をはじめ商いの盛んな国ですからね。商いが盛んっていうのは本当みたいだね。だんだん人が集まってきてないかい。さあ我が国に来たならこれは外せない。名物料理のバジリスク焼きはいかが。スパイスがガツンと効いたこの味は他じゃ味わえないよ。その前に喉は渇いてないかい。ヤシの実ドリンクにフレッシュジュース、キンキンに冷えてるよ。お姉ちゃんたち、髪飾りはいらない。私が作ったんだよ。ねえねえ買ってって。ごめんなさい、そこを通してくれる。私たち用事があって。あ、ちょっとみんな通してってば。フルーツはいらないって。串焼きもいらない。ああ、もうここの連中はみんなこうなのかい。ちょっとあんた何食べてるの。姉ちゃんも食べる。シャムス豆を使った王道ちょい辛コロッケ、1個100ルピー。またなんか買ったの今の一瞬で。こっちはシードレイクも凍える激烈ソルティーミントアイス、1個300ルピー。ちょっとあんた財布を出しなさい。これ以上無駄遣いできないよう紐をかたく結んどいてあげるから。夫婦漫才は結構だけど、ちょっとこの場を離れた方がいいんじゃないかい。このままじゃ破産しちまうよ。疲れたわ。入国してまだ大して時間も経ってないわよ。先が思いやられるわね。お疲れさ。しかし人だかりもだけど、この暑さはかなりこたえるよ。お二人の格好だとこの国では目立ちますし、暑いですから着替えた方がいいですね。ほらこっちに服屋もありますよ。確かに馬車の中でもかなり暑かったね。着替えられるなら助かるよ。じゃあちょっと行ってくるわね。あんたはここで。ちょっと一緒に着替えようとしない。確かに涼しくはあるけど、まるで水着じゃないか。お二人ともよ
くお似合いですよ。うん、そうかい。どうもこういうのはよくわかんなくてね、うん、あ、私たちのことはいいから早く国王様に会いに行きましょう。ああ、それがいいね。あ、ちょ、さあさあ、見ておくれ。ここにある壺はどれも今朝採れたばかりの新鮮な物質だよ。砂漠の国はいかがですか？砂漠の果てにこんな町があるなんて驚きだわ。いいとこみたいじゃないか。そうだね。そういえば皆さんには引き続き夫婦のふりをしていただきます。よろしいですね。夫婦。はい、忘れないでくださいね。そういえばそうだったわね。ふりとはいえ夫婦なのよね。まあ、うん、言っちまったものは仕方ないか。僕たちも行こうか。ランプに刻まれたるは我が国の紋章。かつて失われた国宝が戻ってこようとは。サレンお姉ちゃん、あの人がサラサリアの国王様ですか？ええ、とっても偉い人なの。お願いだからいい子にしててね。このランプを見つけたというのはそなたらか？よくぞ届けてくれた。礼を言う。お初にお目にかかります、国王陛下。我が父よりこの品を献上せよと申しつかり。よいよい、堅苦しい言葉はやめよ。そなたの父とは古い友じゃ。こたびの来訪、嬉しく思うぞ。では失礼して。国王様は私の父とお知り合いなんですよね。ランプ探しを父に頼まれたのはどういう。なんじゃ、あやつ何も話しておらんのか。ああ、もう何年前の話になるかの。野心に燃えた若い商人がここサラサリアにやってきたのは、不王の後を継いだばかりのわしと不思議と話があってな。幾夜も語り明かしたものよ。その時に頼んだのじゃ、そなたの父御にな、失われたランプを見つけ出してくれと。かつて大昔に我が国から失われた願いを叶える魔法のランプをな、我が国の民のために役立てたいと、そう思ったのじゃ。魔法のランプ？国宝だとは聞いてますけど。願いを叶えるとは、またおとぎ話みたいな話だね。その通り、おとぎ話かもしれん。何せわしより何代も前の古き時代の昔話じゃ。我が国では魔力のこもった鉱石が取れるゆえ、数多くの魔道具が生まれた。このランプもそのうちの一つでな。しかし強大な力は災いを呼ぶ。他国に狙われ、争いの中で国民は魔道具に頼りきり、国の内も外も大きな騒乱に巻き込まれていった。王様は悲しんだでしょうね。道具に頼って争いが広がるなんて、いい未来につながるわけがないもの。しかり、それを嘆いた遥か昔の国王は、強大すぎる魔道具を封印し、誰も触れられないようにしたと言われておる。いつの間にかなくなっておったがな。力なんか持ちすぎるとろくなことにならないよ。誰も彼も欲望に振り回された先は奈落の底さ。そこがあればまだいいけどね。でもそれじゃあ、そのランプが本物だったら願いは叶うってこと？物は試しじゃ。
何を願うかの。うん、決まった。ランプよ、わしの願いを叶えてくれ。我が国に訪れたこの者たちのために盛大な宴を。何も起きないわね。まあ、おとぎ話はおとぎ話だったわけじゃな。大昔の伝承など大げさに脚色されるが常ゆえ。残念。魔法の宴ってのがどんなのか一度拝んでみたかったね。何、人の宴も捨てたものではないぞ。我が国の宝を持ち帰ってくれたのじゃ。ぜひそなたらをもてなさせてくれ。おお、そなたら、宴の準備はできておるぞ。国王様、ここは客人用の屋敷じゃ。そなたらがサラサリアに滞在する間はこの屋敷を自由に使うがよい。ようこそお越しくださいました。皆様、お好きなお飲み物を。いただきます。あら、おいしい。そういえば、そなたらはどのような関係じゃ。ずいぶんと親しげにしておるが。申し訳ありません。国王様にご説明しようと思ってましたが、私たちは。この方々は仲睦まじいご夫婦なのです。夫婦って、それは。うん、やっぱりの。わしの見立て通りじゃ。付き人にしては妙に距離感が近いと思っておった。いやですわ、国王様ったら。これには事情がありまして。何を言う。今もその者に腕を絡めてぴったり寄り添っておるではないか。あ、いつの間に。サレン、あんた、夫婦ってのは方便だったはずじゃ。ルカさん、待って、誤解よ。そんな白い目で見ないで。私にも何がなんだか。そういうルカ殿もサレン殿の反対側でそなたの手を握っておるな。話すまいと情熱的に指を絡め合っておる。え、いつの間に。ルカさん、人に言っておいて自分だって。ちょっと待っとくれ。何がどうなって。皆さん、とても仲がいいですね。やっぱり夫婦は仲良しなのが一番です。サレンお姉ちゃんたちもそう思いませんか。え、そう、私たちは夫婦だものね。だったらこれくらい普通よね。夫婦だったらちゃんとしなきゃいけないね。お前さ、口元に何かついてるよ。ほら、動くな。慣れないだろ。こっちだって慣れてないんだ。ちょっとくらい協力しておくれ。うん、よし。じゃあ、私は料理を食べさせてあげる。ほら、どれがいいの。ほら、遠慮しないの。私だって恥ずかしいんだから、早くする。それがいいのね。じゃあ、あーん。どう、おいしい。よかった。ちょっとお前さん、サレンの方ばっかり見てないかい。そんな悪い亭主はこうだ。これで私しか目に入らないだろ。ああ、ちょっとルカさん、独り占めするなんてずるいわよ。私だって。うん、これも若さゆえじゃの。存分にむつまじく宴を楽しむがよいぞ。おお、そうじゃ。この宴に旅の学士を呼んでおったんじゃ。
ほれ、入ってまいれ。失礼いたします。国王様、この度は。じゃあこっち側は私が、そっち側はルカさんのものってことで。こら、お前さん、もぞもぞしない。布が当たってくすぐったい。じゃあ外すから、ほら、これでいいかい。ありがとうございました。シカさん、何を驚いてるの？いや、だってサレンさんもルカさんもどうしたんですか？二人してそんな恋人みたいに抱きつくなんて。ん？当然じゃないか。だって私たち夫婦だもの。え？だから二人とも夫婦。そうですか。夫婦なんですね。あ、思わず現実逃避してしまいました。やっぱり二人とも様子がおかしいです。何か違和感が。二人から感じるこれは魔力の痕跡。チカお姉さん、あなたは？ごめんなさい、お姉さんに邪魔されちゃうと僕ちょっとだけ困っちゃうんです。だからこれは二人に感じたのと同じ魔力だとしたら、この子が。ダメ、意識が。あれ、私なんでここに？チカお姉さんは隠しとして国王様に呼ばれたんです。向こうで国王様がお待ちですよ。ああ、そうでしたね。宴に歌を頼まれて。うん、これで大丈夫ですね。国王様、ごめんなさい。前のお願いが終わらないと新しいお願いは叶えられないんです。でも僕頑張りますから。僕に願ってくれた皆さんのお願いが叶うように。でも旅行か。結婚前提かどうかはともかく、あいつといると退屈はしなさそうよね。ハプニングに巻き込まれがちだけど、それも思い出になるような。行けるならそんな楽しい旅行に行ってみたいわ。ですからどうか存分に楽しんでくださいね。ねえ、起きて。起きてってば、もう朝よ。まったく寝ぼすけだね。あ、起きた。もう呼んでもつついても起きる気配が全くないんだもの。相当疲れてたみたいね。どうかしたかい？そんなに目をパチクリさせてさ。どうしてって、同じベッドで寝るのは当たり前じゃない？だって私たちは夫婦なんだから。お前さん、まだ寝ぼけてるみたいだね。顔でも洗ってしゃっきり目を覚ましな。あ、おはようございます。皆さん、よく眠れましたか？ああ、おはようさん。そういや、この国の生まれだって言ってたね。家は近くなのかい？
その実はよく覚えてないんです。僕がこの国にいたのはずっと前のことでしたから。あ、それは悪いことを聞いちまったね。あ、いえ大丈夫ですよ。皆さんと一緒にいられるなら寂しくなんかありませんし。だから旅行の間は頑張ってお世話しますね。お世話って私たちの？はい、実は国王様から頼まれているんです。皆さんがサラサリアンにいる間はお世話をするようにって。なので朝ごはんを食べたら一緒にお出かけしましょう。それにしても暑いわね。本当に溶けちゃいそう。皆さんおはようございます。いい朝ですね。シカさんおはよう。こんなところで観光かしら。観光といえばそうですね。この国の文化や伝承について聞いて回ってるところです。ランドソルとは違った音楽や歌がありますから。そういえば皆さんはサラサリアに伝わる伝説のオアシスについてご存知ありませんか？ええ、国王様から聞かせてもらったんです。この砂漠のどこかに存在するそのオアシスを見つけると思い合う者同士が永遠に結ばれるらしくって、昔も今も数多くのカップルや新婚夫婦が探しては見つけられずにいるという話なんです。ロマンチックな伝説ね。チカさんはそのオアシスを探してるの？あったらいいなとは思いますけど、さすがに一人で砂漠を歩くのは危ないですからね。誰も見たことのない伝説のオアシスか。なかなか面白そうだね。思い人と永遠に結ばれるなんて、そういうロマンスって憧れちゃうわね。私たちも探しに行ってみる？夫婦円満の願掛けにはちょうどいいじゃないか。私もなんとか配達は終えられたし、ソレンも急ぐ用事はないんだろう？まあお使いを終えてトンボ帰りっていうのも味気ないものね。その伝説のオアシスとやらを探してみましょうか。とは言っても闇雲に探しても見つかりそうにないわよね。伝説のオアシス、僕も聞いたことないです。お役に立てなくてごめんなさい。そいつは無茶だろう。オアシスが見つからないどころか遭難だってありえる。みんな揃って干物になっちまうなんてごめんだよ。伝承の記述にもどこにあるかは曖昧にしか。もしかしたら長い年月をかけて枯れてしまったり、砂漠に埋もれてしまったのかもしれません。わかりやすく地上にあるんだったらこの国の人がもう見つけてるだろうし、とっくに全部砂の中って可能性は高そうね。あら、君たちじゃない。まさかこんなところで会うなんてね。やっほー、みんな元気そうで何よりね。みふゆさん、どうしてここに？なんだ、あんたもこの国に来てたのか。奇妙な縁もあったもんだ。ルカさん、みふゆさんと知り合いなの？用心棒の仕事絡みでちょいとね。それよりこんなとこまで出稼ぎかい？あんたなら仕事なんか引く手あまただろうに。今回は出稼ぎのバイトじゃないの。何せサラサリアの国王様直々の依頼なんだから。そう、オアシス掘りのね。オアシス掘りって何？
そもそもオアシスって掘るものなの？探すものじゃなくて？そう、まさにそれよ。前に君と温泉開発をしたでしょ。あの時の実績を買われて雇われたってわけ。いるじゃない、いたじゃない、専門家。私たち結構ついてるんじゃない？その感じだとあなたたちも目的は同じみたいね。ちょうどいいわ、私も同行していいかしら。そいつは渡りに船だけど、いいのかい？掘るにしたって探すにしたって、結果的にオアシスが見つかれば一緒よ。一人で探すより断然効率的だもの。それじゃあこのメンバーで出発ね。準備を整えたら早速行きましょう。あの、美冬さん、オアシスを掘ると言いますが、具体的にはどのように？この国に来てから感覚が冴えてる気がするの。だからこうして自分の直感を信じれば。うん、感じるわ。ここを掘れば何かがあるはず。君、強化をお願いね。掘るって見渡す限り砂しかないのに、本当にオアシスなんて見つかるのかしら。何が出てくるんでしょうか。ワクワクしてきますね。くわよ、スプラッシュダイブ。どう？外れ。砂漠に穴が開いただけだね。ならもっと深く掘るわよ、スプラッシュダイブ。今度はどうかしら。特に何も見つかりませんが。スプラッシュダイブ、スプラッシュダイブ、スプラッシュダイブ。美冬さん、大丈夫？掘りすぎて穴の底が抜けちゃった感じね。あ、大丈夫よ、怪我はしてないわ。皆さん見てください、そこの方に横穴が。炎よ。炎の剣技で明かりを作ったのかい。助かるよ。それにしても砂漠の真ん中に洞窟の入り口か。砂に埋もれて見えなくなってたのね。でもこの作り、洞窟というよりは遺跡かしら。同感だ。何か人の手が加わったような印象がある。大抵こういうところには侵入者用の罠が。ちょっと、入り口が閉じていくわよ。砂もなだれ込んできて。どうやら当たりみたいだね。けど砂に埋もれるわけにはいかないんだよ。ジョノたち、流水陣。水で砂を固めてせき止めたのね。やるじゃない。あいにくだけど長くは持たないよ。早く脱出口を探さないと。魔物まで来るなんて聞いてないわよ。入り口を完全に塞がれちゃったわ。みんな一旦奥へ走りましょう。この遺跡、まるで迷路ね。魔物も追いかけてきてるし、早く出口を見つけないと。魔物に食べられちまうか、砂に埋もれてミイラになるか、どっちみち愉快な結末にはならないだろうね。サレンさん、松明を見てどうしたんですか？見て、炎が揺らいでる。どこかから空気が流れ込んできてるのよ。
チカさん、風の流れをたどることってできる？なるほど、その方向にきっと出口が。やってみます。強化を。風の精霊よ、大いなる流れのもとに我らを導きたまえ。こちらです。風が強くなってきてる。この先に出口がありそうね。よし、行くわよ。しまった、また罠。通路が閉じてく。ソレンさん、みんな早くこっちへ。ダメ、分断された。こっちにいるのは私とあんただけ。みんな壁の向こう側に残されたんだわ。このままじゃみんなが魔物に追いつかれちゃう。どうにかして助けに行きましょう。今の石壁を動かす仕掛けがきっとどこかにあるはずよ。それかどこかに元に戻る道が。探さなくちゃ。ねえ、あんたも一緒に探してよ。急がないと。あ、ごめんなさい。こういう時こそ落ち着かなきゃダメよね。だけどみんなと合流する手がかりが全くないのよ。どうしたらいいの。諦めるな、思考を放棄するな。私早くどうにかしないと。このままじゃ。魔物が次から次へと襲ってきて、洞窟の中で反響するから歌で眠らせることもできない。さすがにちょっときつくなってきたわね。もう泣き言かい。なら私に任せて休んでな。誰か助けて。サレンお姉ちゃんの心の声。それが願い事なら誰かこの遺跡にいる皆さんを助けられる人。ねえあんた、その角の先気をつけて。誰かいるわ。先ほどから騒がしいですね。遺跡とは人々が脈々と連ねてきた荘厳なる歴史の証。少しは敬意を払えないのですか。おや、こんなところで会うとは本当に奇遇ですね。特別な理由などありませんよ。最近は歴史に興味を持ちまして、各地方の史跡などを探索しているのです。しかし言われてみればなぜでしょう。ここへ来る直前の記憶に欠落があるようです。これは認識阻害魔法の影響のようですね。誰かが私に。しかしこの遺跡は大変興味深い。サラサリア地方で古代に散逸した国宝と高度な技術で作られた魔道具文明の関連が見られ、人が話しているときは最後まで聞くべきだとあなたは教わらなかったのですか。私は例外ですから問題ありません。仕方ありませんね。歴史の講義は後回しにしましょう。お前さん、これが無事に見えるかい。さすがにもうダメかと思ったよ。話は後です。捕まってください。安全な場所まで再跳躍します。なんとか助かったみたいね。みんなが無事で本当に良かったわ。いや、ちょっと待った。
なんだか妙な音がしないかい？ちょっと壁が崩れてきてるわ。どこが安全な場所なのよ。あの光さす方向が出口です。走れば間に合います。全力で。みんな走って。でもやっと出られるんですね。もう体力の限界です。ああ、一つ言い忘れてました。この先は滝壺になっているのでご注意を。一緒に見つけたら両思いになっちゃうわね。これだけ危険な冒険を一緒にしたら。違いない。さあ、それじゃあみんな準備はいい？準備ですか？ええ、こんなところですることなんて一つしかないでしょ。こんなシチュエーション堪能しないともったいないじゃない。仕事も遊びも合理的にって大賛成。それじゃ私も付き合うとしようかね。あ、待ってください。私も。してるとこっちからも。そら。もうルカさんずるいです。伝説のオアシスで水遊びなんて普通じゃ味わえない贅沢よね。ここにあるって知ったらみんな殺到するだろうさ。今のうちに楽しませてもらうとするよ。あの遺跡もオアシスの伝承に関係あったんでしょうか。もう少し調べてみたかった気も。もう今はそういう話は抜きにしましょう。えい。すっかりびしょびしょになっちゃったわ。ちょっとはしゃぎすぎちまったね。服が張り付いて動きにくいったら。そうですね。あのどうかした、チカさん。あの、さっきからあの人がこっちを見ているような。ちょっとなんでそんなまっすぐな目でこっちを見てるわけ。そこは普通、お前さんが照れたりして視線を外したりするもんじゃないのかい。私は水着だからいいけど。あ、その私は いけませんって。なんか変じゃない？ねえ、私たちの声聞こえてる？おーい。いいですか。このオアシスの植物は他の砂漠地域とは明らかに植生が異なっています。例えばそこの樹木、これが何を意味するか。そう、このオアシスは何らかの不思議な力により土地ごと運ばれてきた可能性があります。これは先ほどの遺跡にあった壁画にも関連が見られ。
草なんか見てるのよ。約束を守るのはあんたのいいとこだけど、でもそこは違うでしょ。いくらなんでも。ちかさん、水を思いっきり飛ばすことってできるかしら。一旦頭を冷やした方がお勉強もはかどるんじゃない？風の精霊よ。ま、受け止めてやるのも器の大きさだ。ここは一つお前さんの度量を見せてやんな。おっと、本日の講義はここまでにしておきましょう。ではまた。わあ、お兄さんが大変なことに。やれやれ、乙女心というものは複雑ですね。おはよう、お前さん。ゆっくり寝られたかい？昨日はとんだ目に遭っちまったね。本当に？ん？どうしたの？ぼーっとしちゃって。そうね。だったらこのまま二度寝しちゃいたいくらい。皆さん、起きてますか？朝ごはんの時間ですよ。どうやら目覚ましの時間みたいだね。ほら、お前さんもちゃっちゃと起きる。おお、待っておったぞ。オアシスの発見、まことに大儀であった。盛大に祝う予定じゃから楽しみにしていてくれ。そんな、発見といっても偶然です。遺跡で迷ったり魔物に襲われたり、たどり着くまでは大変でしたけど。まるで本に描かれた冒険譚のようですわね。あなたたちのお話、もっと詳しく聞かせてもらえませんか？国王様、この方は？ファリーダと申します。皆さん、どうかお見知りおきを。ファリーダはわしの血筋、赤紋章の王家の娘でな。よければ少しの間、冒険の話を聞かせてやってくれぬか。そなたらの話を聞きたいと朝からごねられて困っておるのじゃ。異国の話となればずっと聞いていられるような好奇心の旺盛な娘じゃ。一つ頼めるかの？そういうわけで皆さん、よろしければ気軽にファリーダとお呼びください。じゃあファリーダさん、さっきから気になってたんだけど、その服熱くないの？ずいぶん注目を集めてるみたいだし。ええ、でもこれは目印なんです。あの方がいつでも私を見つけられるように。あの方？一体誰なんだい、それは。あの赤い服、あの髪、あの瞳、彼女だ。ファリーダ、会えてよかった。元気そうで何よりだよ。サイード、あなたも変わりないようで安心したわ。でもこんなところまで来て平気なの？この辺りは赤紋章の王家の。もう見つかっちゃったみたいだな。サイード様、こんなところにいらしたのですか。友の一人もつけずにこんな場所まで。危険だと申し上げたはずですよ。すまないファリーダ、また今度。一目でも会えてよかった。サイード、気をつけて。私もお会いできて嬉しかった。貴様は国王派の。サイード様に気軽に話しかけるな。私はただ散歩をしていただけですわ。あの方も偶然通りかかっただけ。ふん、いけしゃあしゃあと。
赤門将の目狐め、いつか化けの皮を剥いでやる。こいつはまたどうにも込み入った事情がありそうだね。あんたたちはどうやら好いた仲のように見えたけど。ええ、彼はかつて王家から別れた冒険の血統で、私たち現国王側の血統とは別の派閥に属しているのです。同じ王家の血筋なのにいがみ合ってるのね。さっきの兵士の態度を見るに穏やかな関係ではないようだし。はい、今でこそ内乱などを起きる事態は避けられていますが、腹の底では未だにいがみ合っています。小さな頃から目を合わすのもいけないとしつけられてきました。ですが私は彼のこと、周りのみんなが言うように憎むことができなくて、話してみたくなったのです。そして何度も会ううちに彼のことを。それでたびたび偶然を装って相手さんと会ってたわけだね。あの一瞬言葉を交わすためだけに。けなげだね。もっと話したい、ゆっくり会いたいと思うこともあります。でも二人の立場を考えたらそう簡単にはいかないのです。ですがいつかきっと。現国王派の赤門将一族と冒険の白門将一族、それであんたらは何が原因で揉めてんだい。国を割るほどの事情って言ったら相当なもんだろう。すみません、私も詳しくは。何せ現国王が即位するより何代も前のずっと昔の話ですから。ただ遥か昔のサラサリア王の時代、ある魔法具をめぐっての騒動が両派を分かつきっかけだったと聞いています。これがロマンス小説なら話は簡単よ。二人の愛で難題を乗り越えるだけだもの。でも現実はそう都合よくはいかないわ。そうです、結婚すれば。今なんと？お前さん、いいこと言うじゃないか。そうだよ、結婚しちまえばいい。あたしたちみたいに家族になっちまうのさ。周りに気兼ねなんてしないでさ。簡単な答えだろ。ですが私が勝手にそんなことをしたら後で周りが何というか。その当人ですら原因を知らないような大昔の話なんだろう。そんなもんにこだわるより自分の心に。って誰だい、こんな真面目な話の最中にでかい腹の虫を鳴らすのは。まずはお昼ご飯にしましょうか。準備するわ。お腹が空いたままだと気がめいっちゃうしね。サレン、私も手伝うよ。食事の支度をしながら作戦会議と行こう。ありがとう。じゃあルカさん、そっちの魚料理をお願いできる？魚の扱いなら慣れたもんだ。さ、腕によりをかけるとしようか。腹を空かせたうちの旦那のためにね。私の夫でもあるんだけど、やっぱり今日は私だけで作るから、ルカさんは休んでていいわよ。へえ、そうかい。でも働かせてばかりってのも気が引けるからね。サレンこそこっちに任せてくれたっていいんだよ。いいえ、バッチリ元気だから全然大丈夫。すごい、あっという間に料理ができていくわ。
人とも料理が上手なんですね。はい、あんたは味見どう？お前さん、今度はこっちだ。どうだい？オッケー、そんじゃ戻っていいわよ。今の勝負は引き分けってところね。なかなかやるじゃないか。お前さん、味見で満腹にするんじゃないの？皆さん、すっかり夫婦っぷりが板についてきましたね。そうかしら。それはどうも。顔が熱いね。これが夫婦。私とサイードもあなたたちみたいになれるのかしら。こんな風に幸せな時間を一緒に過ごせたらどんなにいいか。あれ、なんで私照れてるのかしら。別に夫婦なんだから何でもないことのはずよね。いつも通り夫婦として振る舞ってるだけなのに、どうにも調子が狂っちまうね。さあ、食事が終わったら出発よ。サイードさんに会いに行かなくちゃね。あんたもじっくり話したいだろ。私とソ連が警備の気を引いてるうちに、あんたとちっこいので王子様を連れ出しておくれ。私にできるでしょうか、そんなこと。今までだって偶然を装って言葉を交わすのが精一杯だったのに。だけどこのままじゃ何も変わらない。私たちみたいな、その夫婦になりたいなら、あとはあなたの決断だけよ。乗りかかった船だ。こうなったらとことん付き合ってやるさ。さあ、準備はいいかい？こっから先は後戻りなしだ。二人の愛のためって言うと聞こえはいいけど、これ絶対後で問題になるわよね。今から言い訳を考えておかないと。なら一緒に来るのはやめとくかい？冗談言わないで。私が同じ立場だったら絶対引かないもの。たとえ誰を敵に回したってこいつの手を掴みに行くわ。だってさ、そんな女がここに二人いるんだ。お前さんは幸せもんだね。私も覚悟はできました。それじゃあ行くわよ。そうだ、お兄さん、この指輪を渡しておきますね。困った時にはこの指輪に強く念じてください。きっとお兄さんの助けになるはずです。失礼。サイード様にお目通り願いたいのだけど、お話ししたいことがあるの。大切な話よ。ここは誰であっても通してはならぬと言われている。僕、貴様らのようなどこの馬の骨とも知らぬ者に。では今一度伝えてください。私、ファリーダが会いに来ましたと。赤を言うな。赤紋章の王族などなおさら通すわけにはいかん。今すぐここを立ち去れ。さもなくば力ずくで。ってことだけど、どうする？当然、悪いけどお邪魔させてもらうよ。一体何の真似だお前たち。僕をこんなところに閉じ込めてファリーダと僕を引き離そうというのか。ええ、サイード様が血迷われている間は
ここでお過ごしいただきます。赤紋章の目狐に入れ上げて導くべき民をないがしろにしておられること、そろそろご自覚いただきたい。あなたは騙されておいでだ。白紋章の王家の幾代にも及ぶ苦渋の日々を知らぬわけではありますまい。今度はあなたを籠絡して一体何を企んでいるのや。違う、彼女はそんな人じゃない。僕と彼女は純粋に互いを思い合っているだけだ。一族の確執なんか関係ない。何をおっしゃいます。あなたは将来我らのトップに立つべき人間。白紋章の誇りを背負い赤紋章の連中と戦う定めなのですぞ。彼女とも彼女の一族とも戦うつもりはない。閉じ込められたくらいで僕の信念は変わらない。僕は彼女との愛のためなら命を賭したって構いはしない。大層なお覚悟で、はあ、恋に浮かれるとこうも愚かになるとは。ならばもうしばらくそこで頭を冷やして。うわっ！何が起きた？サイード、無事だったのね。よかった。ファリーダ、来てくれたのか。だが、どうやって。厳重な警備体制だっただろう。ええ、でも来たの。私一人じゃないわ。手伝ってくれた人たちがいて、あなたをここから連れ出すために。まさかこんな牢屋にいるなんて思わなかったけどね。ひどいわね、これ。君たちは、あの時の、どうしてここが。そんなの簡単よ。この屋敷中全部探し尽くしたんだから。この屋敷がどれだけ広いと思って。それが愛ってもんだろ。さあ急ごう。奴らに捕まっちまったらここまでの苦労が水の泡だ。サイード、私の手を。本当に規格外だな、君たちは。だが恩に着る。僕も覚悟を決めるよ。お二人は僕と一緒にこちらへ。で、いいんですよね、サレンお姉ちゃん。ええ、お願い。あなたの土地勘が頼りよ。二人を安全な場所に逃がしてあげて。私たちは時間を稼ぐわ。侵入者め、白昼堂々押しって無事に帰れると思うなよ。さあ、もう一暴れ必要みたいね。ルカさん、いけるかしら。せい。当然、聞くだけ野暮だろ。なんだこいつらの強さは。我が隊の精鋭がいとも簡単に白紋章の近衛兵を圧倒するだと。その程度じゃ私の相手にもならないよ。さて、お次は誰だい。それなら私と言ってお願いできるかしら。へっ。あんたは。こんな場所でまた会うなんて妙な縁もあったものよね。衛兵のバイトを引き受けたと思ったらあなたたちと戦うことになるなんて。美冬さん、待って、これには事情が。話ならちゃんと聞いてあげるわよ。ただし、みんなを捕まえた後で。だけど、私にも雇われた以上、立場っていうものがあるの。違法じゃない、合法的な警備員として。そのあたり、
サレンさんなら分かってくれるわよね。ええ、それはもう十分すぎるくらいに。止められた。悪いわね。この家業は信用が大事なの。痛くしないからさっさと捕まっちゃいなさい。なんてバカ力なの。ああもう敵に回すとこんなに厄介だなんて。おお、あのアルバイト傭兵が奴らを止めたぞ。この隙に奴らを囲め。絶対に逃がすな。お前さん、どうする。手加減できる相手じゃないよ。このままじゃ本気でやり合う羽目になっちまう。ねえあんた、その指なんか光ってない。あ、指輪が絨毯になった。しかもこれ向いてないかい。空飛ぶ絨毯ですって。そんなものが本当に存在するっていうの。さすがは魔鉱石と魔道具の国ね。助かったわ。全員乗った。行くわよ。まずい。みんな早く彼らを捕まえて逃げられればよ。空までは追ってこないだろう。久しぶりに肝を冷やしたよ。だけどこれで一安心ね。見て、美冬さんもさすがに諦め。レビアタンラース。そんな、水のない場所でこのレベルの技を。お前さん、全速力だ。美冬のやつ本気の目をしてるよ。絨毯に穴を開けられたらおしまいだ。こら、待ちな。無事だったのか。よかった。本当に無事でよかったわね。絨毯にかすった時なんか肝が冷えたよ。まったく。大変だったんですね。ちゃんと二人で話はできた。はい、皆さんのおかげで。二人で国王陛下のところに行くつもりです。ファリーダ、どうした。ドレスが砂だらけじゃないか。擦り傷も。陛下、私たち結婚のご報告に参りました。赤紋章の国王陛下、僕たちはいがみ合う二つの王家の血筋なれど互いを強く思っていると確認し合いました。彼女と人生を共にしたいのです。そして赤紋章の民も白紋章の民もいがみ合うことなく協力し合って生きていくことができたらと。随分と急な話じゃのう。元王家と白紋章の血筋、周囲の反対も多かろう。それでもか。はい、私はもう決めたのです。他の者たちが何と言おうと彼と添い遂げます。たとえ陛下が反対されても出ないと顔向けできませんもの。二人でここにたどり着くため尽力してくれたあの方たちに。そなたらが自分で決めたことなんじゃな。あの者たちが背中を力強く押してくれたか。茨の道であろうが恐れるでないぞ、二人とも。陛下、それでは。その覚悟があるならばわしに否やはない。皆に伝えよ、祝砲を鳴らせ。長きにわたる遺恨を洗い流し、新たなサラサリアへ向けて歩み出す時が来たと。ファリーダ、サイード、お前たちがこの結論にたどり着いてくれたことを
国王としても嬉しく思うぞ。あの二人うまくいったみたいね。ここまで骨を折ったんだ。そうじゃなきゃ困るさ。町の方もなんだかお祭りでも始まりそうな雰囲気ね。あちこちから楽しそうな声が聞こえるわ。ねえ、この絨毯ってあんたが動かしてるの？よかったらこのままこの町を巡ってみたいわ。へえ、じゃあ国中を見渡せるくらい高くまで頼むよ。こりゃ便利だね。夜の遊覧飛行とシャレ込もうじゃないか。今度は何？花火？横から見たのなんて初めてだよ。へえ、本当に花が咲いてるみたいだ。それって花火のこと？それとも私たちに向けて？どっちかしら？両手に花を持つなら水だって十分に与えてくれないとね。そうだね。たまにはお前さんの口からも愛の言葉ってやつを聞かせてもらわないか。そうな、ちゃんと言葉にしてくれないとね。私たちの旦那様。そなたらが後押しをしてくれたあの二人の披露宴を取り行うことになった。ファリーダ・サイードの婚姻はいがみ合っていた両派の和解を推し進めるには絶好の機会。オアシス発見の祝宴とともに国を挙げて祝うつもりじゃった。だけどそこに何か問題があるんだね。それもとびきり厄介なのが。オアシスを俗に占拠された。ならず者の巣窟となる前に何としても取り戻さねばならぬ。占拠されたって、私たちが発見したあのオアシスですか？砂の海が広がるこの土地では水という資源は国民の命綱、一つ一つが大事な国民の命を担う宝なのじゃ。だけどあれは棚ぼたで見つかったようなもんだろう。これまではどうやって水を工面してたのさ。もちろん他にも水源はあるが、今年は雨季の雨が少なくてな。今後を考えると余裕があるとはとても言えん。お願いってこの件でかい？振ったら無尽蔵に水が出る魔法の杖ってわけじゃないんだ。気を練る必要があるし、第一この国丸ごとの水不足を解決なんてできっこないよ。その前に私が干からびちまうのがオチさ。奴らはオアシスの解放と引き換えに金を要求しておる。莫大な額じゃ。そりゃ悪党が遠慮なんてするわけないからね。一度でも払っちまったら最後だ。骨の髄までしゃぶられちまうだろう。断固として要求を飲むわけにはいかん。そこでそなたらに討伐を頼みたい。本来であれば自分たちだけで解決するべきなのじゃろうが、我が国の兵力は盤石ではない。赤紋章派と白紋章派の話はファリーダの一件で知っておろう。まだ協力して何かをするのは難しいってことよね。その上私たちが白紋章家の兵士を蹴散らしちゃったから。申し訳ありません、国王様、こんな事態になるなんて。いや、どうか顔を上げてくれ。元はといえば和解に向けた一歩すら踏み出せていなかった我々の責任じゃ。そなたらがあの二人の背中を押してくれたからこそこの国は変わり始めた。感謝こそすれど
謝られては立場がなくなってしまうではないか。まあいいさ、賊のことは任せとくれ。一度首を突っ込んだんだ、最後まで面倒を見てやらなくっちゃね。お前さんもそれでいいかい？ありがたい。先んじて石膏を向かわせているゆえ、明日合流して話を聞いてくれ。くれぐれも頼んだぞ。気をつけて、誰かいるわ。怪しげな黒装束、あいつらが盗賊だな。来たか。その衣装、東国の忍びとこんなとこで出くわすとはね。国王さんが言ってた石膏ってのはあんたらかい？ああ、喜べ。貴様らが望む情報をくれてやる。修行のためだ。主である姫に許しをいただき、この国で修練に明け暮れていたところ、砂漠に不審な輩の姿があった。姫の伴侶であるロイド殿はサラサリアの国王とも交流があるという。故に国王に状況を伝え、我らの手を貸すことにした。なるほど。それで情報収集の成果は？敵の配置と戦力はおおよそ把握した。この地図に赤い印で示してある。オアシス周辺の地図ね。って真っ赤なんだけど、これが全部敵ってさすがに冗談よね。これはまた随分な大所帯だね。ただの小悪党ってわけじゃなさそうだ。罪を犯し国を追われた者が徒党を組んで出来上がった組織のようだな。そこに同じような連中が寄せ集まり膨れ上がったらしい。となると下っ端まで統制が取れてるわけではなさそうだね。狩猟を撃てばチリジリになるはずだよ。なら一気に中心部、親玉を叩いた方がいいってことね。半蔵さんは案内をお願い。私たちは。おい、サラサリアからの返答はまだ来ねえのか。水源を握られたにしちゃ悠長に考えてるじゃねえか。ええ、一体どういうつもりなのか。気なくせえな。おい、監視の人数を増やしておけ。何事だ。頭、敵襲です。オアシスに正面から乗り込んできた奴らが。ちい、そういうことか。おい、てめえら、俺たちのオアシスを奪いに来やがったぞ。まあ潜入工作よりは性に合ってるけど。そういうのは向こうさんに任せればいいさ。東国の忍びは本家本元の本職だからね。よし、敵陣を崩した。このまま敵の大将をぶったたくよ。なんだ、サラサリアの部隊かと思ったら。こんな人数で一体何ができる。おい、さっさと片付けちまえ。強すぎる。頭、どうしますか。なんてことはねえ。人数の差で押し切ればいいだろうが。おあいにく様、こっちも考えなしで突っ込んでるわけじゃないのよね。この程度の烏合の衆、造作もない。なんだこいつらは。
さあ観念しなさい。サラサリアのみんなにとって大事なオアシス返してもらうわよ。バケモンかよこいつら。こんなんかないっこね。ったく倒せはするがやっぱり敵の数が多いね。全員捕まえるのは骨が折れそうだよ。確かにそうね。ひとまずはこのオアシスから追い払いましょう。よっと心配で来ちゃいましたけど。お二人ともすごいです。あれか、頭本当に毒なんか入れちまうんですか。このままじゃオアシスはあいつらに取られる。だったらその前に潰しちまえばいい。幸い今のサラサリアは水不足だ。ここさえ切り抜けりゃまた他の水場を狙えばいいしな。この人たちオアシスに毒を。そんなことしたら。あそこの盗賊たち何をしてるの。サレンお姉ちゃん、毒です。盗賊がオアシスに毒を。あなたなんでここにいるの。それより毒ですって。あんたそれを入れさせないで。気づいたか。だが遅い。これでしまいだ。これ以上近づけないわ。動けそうなのはあいつだけだけど、ここからじゃ遠すぎて間に合わない。1秒でもいい、お願い。時間よ止まって。えい。な、毒薬が宙に浮いてやがる。あんた、それをこっちに。やったわ。くそ、何がどうなってやがる。おかしな魔法でもかけられてんのか。年貢の納め時ってやつだよ。あんたらの悪事もこれでおしまいさ。くそ、諦めねえぞ。俺たちはまだこんなところで終わるわけには。もういい加減。観念しな。なんと盗賊たちを見事捕らえた上、奴らの魔の手からオアシスを守ってくれるとは。いくら礼を言っても言い足りぬほどじゃ。そなたらの働きにわしも報いねばなるまいな。褒美を取らせよう。何でも好きなものを望むがよいぞ。何でも好きなもの。救護院の子供たちなら何を欲しがるかしら。私はいいよ。ただもうしばらく厄介にならせてもらえればそれでいいさ。なんじゃ淡泊じゃの。これだけの大活躍だというのに褒美まで遠慮するとは。ん？なら一体誰の力じゃと。やっぱりおかしかったですよね。聞かれちゃったなら答えないわけにはいきません。それがルールですから。僕はこのランプに宿った魔人です。ずっと昔からランプに願ってくれた人の望みを叶え続けてきました。ランプの魔人ってあなたが。いきなり言われても。それまたにわかには信じがたい話だね。唐突な話ですよね。
すぐには信じられないかもですけど、本当なんですよ。サレンお姉ちゃんが僕に願ってくれたからこのランプから出られたんです。でもちょっと長く魔法をかけすぎちゃったみたいですね。魔法ってもしかしてこいつと会ったのも全部あなたが？はい、トラブルもいっぱいでしたけど楽しい旅行になるように頑張りました。サレンお姉ちゃん、このサラサリアへの旅行楽しんでもらえましたか？ええ、いろいろあったけど、そうね、退屈することはなかったかも。それならよかったです。サレンお姉ちゃんのお願いを叶えられて。じゃあ、えい、今僕の魔法を解きました。範囲が大きかったので時間差はあるかもですけど、皆さんちょっとずつ元に戻っていくと思います。僕、皆さんと一緒に過ごせてよかったです。何かあればいつでも呼んでくださいね。それじゃあ。なんと不思議なこともあるもんじゃ。まさかランプの伝承が本当じゃったとは。目の前で見てもまだ信じられないわ。私たちずっと伝説の魔人と一緒だったってこと？狐につままれたみたいな話だね。さて、一体どうしたもんか。ちゃんと寝られた？いや、なかなか寝つけなくてね。その様子だとそっちも寝不足かい？まあ、なんだ、いろいろあったからね。うん、いろいろあったわね。あ、ああ、お前さん、おはよう。いい朝ね。うん、いい朝だわ。あ、うん、はい、どうぞ。失礼いたします。おはようございます。皆様、陛下がお呼びです。身支度がお済み次第お越しくださいませ。おお、よく来た。ん？そなたら昨日とは随分様子が違うの。そうかい？いつも通りだと思うけどね。何も変わってないわよね。昨日までは隙あらば腕を組んだり髪を撫でたり人目をはばかりもせずにイチャついておったではないか。喧嘩でもしおったのか？そんなことありませんわ。ねえ、あなた、ほら、ルカさんもひっついて、私たち一応夫婦ってことになってるんだから。いや、だけどさ、こんなシラフの状態でやれってのかい？するも何もついた嘘は突き通さないと。一国の王を追ったばかりなんて、ことによっては問答無用で投獄ってことも。国王様。少し戯れが過ぎたようじゃな。よいよい、事情は承知しておる。
僕から国王様にお話ししたんです。サレンお姉ちゃんの願いを叶えるために魔法の力を使ったことを。つまりここのみんなには事情はまるっとバレちまってるってことかい？ええ、私たちは先に呼ばれてたから、サレンさんたちが来る前に今の話を聞かされてたの。あなたと二人が夫婦というのは魔人さんの魔法が原因の勘違いだったんですね。私ったらてっきり本当の新婚旅行だと。でも夫婦のふりだったんですね。はあ、あれ、今私ほっとしました。その説明で合点がいきましたよ。あなた方の様子が変だったのはその魔人による認識阻害魔法が原因でしたから。私はてっきり暑さで頭のネジが吹っ飛んでしまったのだと思っていましたが。そんな風に思われてたの？私はなんとなくそういうものだと思って触れないようにしてたけど、よくよく考えてみると不自然に距離が近かったわよね。私も旅行で浮かれているのかな程度にしか違和感を覚えませんでした。今になって思い返してみれば確かに不自然なことも多いんですが。各人で認識阻害の程度に差があるようですね。どうやら私には魔法のかかりが甘かったようです。ですがそれなら私が遺跡探訪をしようと思い立ったのは純粋な自由意志による行動ではなく、そこの魔人による因果律操作の可能性が。っていうか魔法で勘違いしていたとはいえ、彼と同じ屋敷で過ごしてたのよね。その変なこととか起きてないわよね？ちょっと美冬さん、急に何を言い出すんだい。大地、その変なことって何さ？変なことは、その変なことよね。え、チカさんも気になるわよね。私に振るんですか？確かに気になるのはなりますけど。それは。サレンさん、なんで淀むんですか？頼むよ、この話はここらで勘弁してくれないかい？ルカさんまで。あんたいい？私たちには何もなかったけど、本当に何もなかったけど、でも傍から見れば誤解されそうなことはいくつもあったわ。男女7歳にして席を同じうせずって言うからね。お前さん、頼むから余計な口を滑らせないでおくれよ。言わないで。あれは料理を運んでる時にぶつかった拍子で倒れちゃっただけでしょ。あれはただの事故、ただの事故なんだからね。チカさん、ダメ、何かあったわ。有罪よ、私のセンサーがそう言ってるもの。ええ、私もそう思います。何もなかったのならないって言ってください。でも聞くのも怖い。だからそれは何もありませんでしたよ。おや、そういえばあなたも彼らと共に行動していたのですね。はい、僕もずっと一緒にいましたけど、皆さんずっと仲良く過ごしていました。本当の家族みたいに。まあ確かに、こんな子が一緒にいるのに変なことが起きるわけないわよね。
楽しい旅行というのがサレンさんのお願いでしたね。いわば家族旅行のようなもの。そう考えると変なことが起きるわけないですよね。ん？ああ、そうじゃったそうじゃった。そなたらのやりとりが面白くて忘れるところじゃった。そなたらを呼んだ理由、それはな、魔法のランプを国民に解放するだなんて思い切ったことをするわよね、あの国王様。無条件にみんなの願いが叶えられてしまうってことでしょ。ささやかな願い事くらいで済めばいいけど、あの子の力ってそんな可愛いレベルじゃないわよね。あ、式典が始まるみたいですよ。国民諸君、こうして集まってもらったのは他でもない、我が国の失われた宝、魔法のランプが戻ってきた。何でも願いを叶えてくれるという伝説のランプじゃ。じゃがわしの願いはもういい。欲しいものはもうここにある。我が国に神明尽くして仕えてくれる兵士、そして何より常日頃からわしを支えてくれるこの場にいる国民たちがな。お、国王様。わしはこのランプを持ってこの国の民に報いたい。国を守り身を粉にして働き、過酷なこの地で生き抜くたくましき我が民たちに。よってわしはこの魔法のランプを国民に解放することを宣言する。おお、なんと寛大なお心か。国王陛下万歳。サラサリア万歳。万歳。砂漠の国に栄光あれ。ランプの魔人よ、わしの願い叶えてくれるな。はい、お任せください。国民の皆さんのお願いきっと叶えてみせます。さあ、遠慮はいらぬ。願いを決めた者から順に並ぶがよい。まずは一人につき一つ、心より叶えたい願いを言葉にするのじゃ。こんなにたくさんの人が願いを叶えてほしいって思ってるのね。あの子大丈夫かしら。いくらなんでもこんなに一気に。いくら魔法の力が強いって言ったって本人はしんどいかもしれないね。何かあった時には助けに入れるよう私たちもちゃんと気をつけておこう。それに国王さんは心配ないって言ってたけど、どんな願いでも叶うなんて状況、よからぬことを考える輩が絶対に出てくるだろうからね。そうね、あんまり考えたくないけど気をつけておくに越したことはないわ。こういう時は用心深くしないとってお父様もいつも言ってたもの。それじゃ金貨の雨を降らせてくれ。それも土砂降りでだ。わかりました。では、えい。本当に降ってきやがった。これで大金持ちに。あだだ、いって金貨が当たって。いって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 なんてことしやがんだこのバカ。おい魔人よ、この金貨を消してくれ。さっきから当たっていたってしょうがねえ。はい、いや。おい、金貨が、大金持ちの夢が全部消えちまったじゃねえか。せっかく願ったのに。てめえこそ他人の迷惑を考えやがれ。さて、俺の願いは。おい、もうお前は願い事を叶えてもらっただろ。次は俺の番だ。待てよ、さっきのはこいつのせいだろ。皆さん落ち着いてください。バ
バーゲンセールも真っ青の混雑ぶりじゃない。ちょっと血がさわじゃなくて危ないわね。ほらそこ横入りしない。人とはここまで身勝手になれるものですか。見るに耐えない光景だ。己の欲望をむき出しにした人間は実に浅ましいですね。はい、次の方どうぞ。なあ、ランプの魔人とやら、どんな願いも叶うって噂は本当なのか。さすがに死者を蘇らせたりはできませんけど、大抵のことなら。それなら、そうさな。俺の信頼する大切な人に会わせてくれ。事情があって離れ離れになっちまったんだよ。今は地下で不自由な思いをさせられてるはずだ。助けたいんだ。それは大変ですね。もちろんお安い御用です。では会いたい人を思い描いてくださいね。それじゃあ行きますよ。えい。一体何が起きたんだ。俺たちは牢にいたはずだが、ここはサラサリアの街中。それに随分と騒がしいじゃねえか。いつもの平和ボケしたサラサリアとは空気が違う。まあいい、何が起こってるにせよ好奇だってことに変わりはねえ。さあ野郎ども、体は鈍っちゃいねえよな。お楽しみはこっからだ。気合い入れろよ。熱気が高まりすぎて暴動寸前って雰囲気ね。叶った願いのせいであちこちでパニックが起きてるし、警備の兵士も人並みに流されちまってろくに機能してないみたいだね。地下や三冬ともはぐれちまったし。次の方どうぞ。あんたも一旦願い事を叶えるのはやめな。このままじゃ危ない。事態が落ち着くのを待つんだ。ほらこんなに顔色が悪いじゃないか。ダメです。僕は皆さんの願い事を叶えなくちゃ。ずっと長いことお休みしてたんです。このくらいへっちゃらですよ。無理しちゃダメよ。せめて休憩くらい。さあお待たせしました。あなたの願いを教えてください。ああずいぶん待ったぜ。ちょっとあれ、オアシスで捕まえた盗賊たちじゃない。なんでここにいるの。ああ、そりゃさっき魔人の坊やに叶えてもらったからさ。言ったろ、会いたい人がいるって。頭を助けてくれて感謝してるぜ。他の仲間まで一緒に連れてきてくれるとは思わなかったけどよ。僕が叶えたあなたの願い。そうさ、助け出してくれてありがとうよ、魔人の坊主。これでまた俺たちは盗賊家業に復帰できるってもんだ。俺の願いは。悪党に耳を貸す必要なんかないわ。そいつの言うことを聞いちゃダメ。されんお姉ちゃん。だけど僕はお願いを叶えなくちゃ。なあ坊主、願い事の前に質問していいか。これだけの騒動を引き起こしておきながらお前は誰の願いも拒まなかった。今もだ。それはなんでだ。もしかしてお前、
拒めないんじゃねえのか。誰のどんな願いだって叶えられる範囲なら叶えちまう。たとえそれがどんな悪党の願いであってもな。それは…やっぱりな。なら遠慮なくその力を使わせてもらうぜ。聞いちゃダメ。耳を塞いで。俺はこの国の全てを手に入れる。それができる力ってやつをよこしやがれ。それがあなたの願いですね。地響き、一体何が起きてるって言うんだい。デカブツは魔物なのか。デカさん、あの魔物腕をこっちに向けて力を貯めてるみたい。逃げて、危ない。どうしてしまったんでしょうか。僕が願いを叶えて、僕はなんてことを。ただみんなに幸せになってほしかっただけなのに。おいおい、何しけた顔してんだ。こいつはご機嫌じゃねえか。城壁に穴が開いちまった。この威力期待以上だぜ。あの化け物は今の願いで呼び出されたの。冗談じゃないわ。国が滅びてしまうじゃない。何が願いを叶える魔人だ。とんだ疫病神じゃないか。これは皆さんの声、心の声がこんなにも聞こえて。あんなものがあるから。魔人なんかいなければ。それが皆さんの願いなら僕は。ちぇ、魔力切れか。あの魔人のガキどこに行きやがった。そのランプを離しなさい。しまった。よくやったお前さん。ランプを取られたか。まあいい、使えねえ道具に用はねえ。カシラ、どこに行くんでい。あのデカブツさえいれば、サラサリアどころか世界中の国を従えられる。そうなりゃどんな願いだって叶えられるも同然だろう。盗賊の狩猟が引いていく。国の外に向かってるよ。ってことはあのバカみたいに大きな魔物が動き出すのも時間の問題だろうね。そうよね。こっちの問題も放っておけないわ。ごめんなさい、ごめんなさい。僕が願いを叶えたばっかりに、またこんなことに。またそう、前にもあった気がする。あれはずっと昔の。ランプの魔人よ、わしの願いを聞いておくれ。一つだけでよい。ここにオアシスを持ってきてほしいのじゃ。
近くのオアシスは全て水が枯れてしまってな。民たちは日々遠くまで水を汲みに行かねばならぬ。重い水を抱えての道中、魔物も多くてな。皆が危ない目に遭うのがやりきれんのじゃ。わかりました。それがあなたのお願いですね。じゃあ行きますよ。てーい。おお、近くにオアシスが。これですぐに水が使えるようになる。畑も生き返ります。王様、魔人様、ありがとうございます。王様、魔人様、炎天下の農作業は大変です。水が近くにあろうと畑を維持して作物を育てるのは。だから作物を出してもらえませんか。農作業をしなくていいように。王よ、ランプの魔人の力を使い我が国をさらに発展させるよう進言します。鉱石の採掘も魔人を使えばもっと効率が良いでしょう。民には安寧を、国王には税を、そして国には繁栄を。ランプの魔人、あなたならできるのでしょう。それがあなたのお願いですか。みんな僕の魔法頼りになってしまって、この時国の皆さんの意見は二つに割れました。魔法のランプを利用すべきか、封印すべきか。そしてこの時代の王様は決断を下しました。このままではお前の力なくして何事もできんようになってしまうだろう。すまぬ、我々はお前に頼りすぎた。いっそ皆オアシスもランプの存在も忘れて、おとぎ話だと思ってくれたら。これがわしの最後の願いじゃ。せめてお前が次に目覚める時は、この国の民が愚かな願いを繰り返さぬよう、わしも手を尽くそうと思う。そうして僕は長い眠りにつきました。次に目が覚めたのはサレンお姉ちゃんの声を聞いた時でした。ねえ、聞こえる？聞こえたら返事して。これはサレンお姉ちゃんの声。私たちはここにいるよ。だから顔を見せてくれ。やっと出てきた。大丈夫かい？みんなあんたのことを心配してたんだよ。ごめんなさい、僕のせいでこんなことになってしまって。あんた頼まれたら拒めないんだね。自分が望むかどうかにかかわらず、頼まれた願いは全部叶えちまう。そいつは辛かったろうね。しょうがないです。だってランプの魔人ですから。だけどこんなことになるならずっとランプの中にいた方が良かったですね。そうすれば皆さんにご迷惑も。なあ、あんたはどうしたい？僕ですか？なあ、人の願いを叶える、人の迷惑になる。いつも中心は誰か別のやつじゃないか。あんたの気持ちはどこにある？もし誰かの願いを叶えてばっかりで自分の願いを忘れちまってるなら、私が叶えてやる。これだけ一緒に過ごしてきたんだもの、もう家族みたいなもんでしょ。私たちもあなたの願いを叶えたいわ。サレンお姉ちゃん、皆さん、
子供のわがままくらい聞いてやる解消はあるつもりだよ。それとも私たちはそんなに頼りないかい？いえ、いいえ。だったら僕は、僕は皆さんに笑顔でいてほしいです。この国の人にも、サレンお姉ちゃんやルカお姉さんにも。だからあの盗賊さんたちを止めてくれますか？これが僕のお願いです。言えたじゃないか。さて、それじゃ一丁やるとするかね。ええ、ここまでやってダメでしたなんて格好がつかないものね。とはいえ、国の中は盗賊の残党騒ぎ、砂漠に逃げた相手も追わなきゃいけないし、どうしたら。ここは私たちにお任せください。ファリーダさん、サイードさんも。国内の騒ぎは僕たちが食い止めます。今なら両派閥の兵士を連携させて動かすこともできますから。魔人様、あなたが皆さんをこの国へ導いてくださったのよね。それが巡り巡って私たちの縁を結んだ。だから今あなたたちを助けることができます。私とサイードがこうして手を取り合えるのはあなたのおかげです。僕のおかげ？ええ、そうです。だからどうか胸を張ってください。さ、サイード、参りましょう。私たちの初仕事よ。みんな、こんなところにいたのね。ミフユさん、今まで何してたの？何って、衛兵のアルバイトの続きよ。どっちの派閥の兵士もそれなりに動けるようにしてきたの。非常時のにわか仕込みだけど、それなりにいけるわ。すみません、通してください。はあ、やっと合流できました。町はひどいありさまです。一刻も早く止めないと。あんまり時間もなさそうだね。ええ、無駄話をしている時間はありません。あれの討伐に向かうのでしょ。私も同行します。サラサリア周辺の史跡はまだ回りきっていませんからね。あれに暴れ回られては貴重な文化遺産が破壊されかねませんから。理解できましたか？できたなら捕まってください。一気に飛びますよ。ようやく動かし方が分かってきたぜ。なかなかいい性能だ。こいつがあれば大体のことは思い通りになりそうだな。カシラ、空から女が。だやっぱり空から落ちるのはなしじゃない。文句を言ってる間に敵が来ますよ。戦闘態勢を。てめえら、何度も何度も邪魔しやがって。今度で言う、今度は許さねえぞ。ようやく来たか。賊の相手はこちらで引き受けよう。貴様らはゴーレムに専念しろ。よし、来た。それじゃあこっちであのゴーレムとやらをぶっ壊すとしようか。チェイ、なめた真似を。おい、デカブツ、そいつらをぶっ潰しちまえ。みんな、避けて。なんて威力なの。好き放題暴れてくれちゃって、砂塵で視界は悪くなるし、最悪だわ。気をつけな。前にも似たようなのと戦ったことがある。城壁に穴を開けてたあの光線食らったらひとたまりもないよ。
古い文献にあった対魔聖獣兵器の兵装でしょうね。少々厄介な相手かもしれません。戦うとしても簡単には近づけそうにありませんね。だとしてもやるっきゃない。そうだろお前さん。そうね、私たちでやってやりましょう。二度目は期待しないでおくれ。なんとかしてあいつを止めよう。何か策は？今考えてる。では足止めはこちらで。私たちで注意を引くわ。援護します。風の精霊よ。今の攻撃、視認せずに狙ってたね。一体どうやって？おそらく体温です。皆さん気をつけて。温度？みんなオアシスみたいに隠せたら。それだわ。私に任せて。見ました。暑さで探知できなくなったのね。これならいけそうだ。ええ、一気に仕留めましょう。うん、はあ。動きを止めるわ。そのまま飛んでください。残念、そいつはただのカゲロウさ。皆様、ご協力感謝します。盗賊団は我々が責任を持って移送しますので。ありがとうございます。皆さん、僕の願いを叶えてくれて。今度こそ逃がしちゃダメよ。これで本当の本当に全部解決よね。とんだ新婚旅行になっちゃったわ。いや、観光旅行ね。単なる言い間違いだから気にしないで。サレン、あんたまさかまだ魔法にかかってるんじゃないだろうね。それがサレンお姉ちゃんのお願いですか？そんなんじゃないったら言い間違いよ。それに私の願いはもう叶えてもらったわ。だからもう十分よ。あ、そうだ、お兄さん、何か願い事はありませんか？まだちょっとしか魔力が戻ってないので、大きな願い事は少し後になっちゃいますけど。願いを叶えなくていいって願い？それはどういう？僕が叶えたい願いを選んでもいいんですか？いいに決まってるさ。嫌なことは嫌って言っていいんだよ。私だったら今一番時給のいいバイトを教えてもらうわね。どんな願いでもいいなら、この国でまだ触れてない音楽やアートを知りたいです。せっかくランドソルとは別の国まで来ましたから。
そういえばちゃんと観光ってしてないわね。オアシスだとか遺跡だとかで大騒ぎしてばっかりで。砂漠をあっちこっち走り回る大立ち回りだったからね。しばらく揉め事はごめんだよ。あんたって本当に欲がないっていうか、結局そういうお願いになっちゃうのね。まあいいさ、お前さんらしくて。ついでにこの国の近辺にある遺跡のガイドもお願いします。あなたが知っている古代の歴史に関する解説も聞きたいですね。我々の修行に向いていそうな過酷な土地も教えてもらえぬか。あと我が主とロイド殿へ献上するにふさわしい土産物を。はい、僕でよければ喜んで。今回の騒動、国を混乱に陥れたのは全てわしに責がある。民を幸福にしよう、皆の望みを叶えようと安易な方法にすがり、人は皆欲望を御しきれると過信した。それが盗賊どもに好き勝手させてしまう結果になった。二度とこのような事態を起こさないためにはどうすればいいか相談した結果なのじゃ。僕、お兄さんに言われて考えたんです。叶えたくない願いは叶えなくていいって。何を叶えたらよくて何を叶えてはいけないのか、それが分かるまではこれが一番だと思ったんです。でもだからって僕の本体であるランプを地下に安置するだけなので、僕自身がずっと地下に眠るわけではないですよ。ランプ本体の魔力が使えないと僕の魔法はとても弱まっちゃいますけど、ほらこうやって外に出られますし。なんだそうなのね、よかった。だけどさ、ランプを封印したのが原因でこの国は二つに分かれて長い間揉めてたんだろう。そのあたりは大丈夫なのかい？そこは大丈夫だと思います。きっと僕の魔法がなくても。そうだ、この国を案内する約束でしたね。復興途中ですけど一緒に見て回りませんか？そうすれば僕の言葉を信じてもらえると思います。おーい、そっちの石上げてくれ。驚いた、もう城壁の修理がここまで進んでるのね。もともと鉱石掘りでにぎわってる国ですから、石の加工にはとっても強いんです。僕のいた頃から変わらないから。あの時の王様は約束を守ってくれたんですね。あら、みんなもう出発するの？こんにちは、皆さん。二人とも見送りに来てくれたのか。三冬はまだバイトがあるんだろ？ええ、見ての通り城壁や建物修理のお手伝い。あのゴーレムに受けた被害が大きくって、働き手がいくらあっても足りないらしいの。需要あるところに私ありよ。チカさんもまだしばらくは残るのよね。ええ、この国は見たことない楽器や興味深い伝承がたくさんあって、時間が許す限り調べてみたいんです。それに復興で頑張ってる皆さんに私も何かお手伝いできることがあるかと。そうかい、じゃあ
ここでお別れだね。ええ、またランドセルに戻ったらお茶でもしましょう。まあ、もう行ってしまわれますの？寂しくなりますわ。皆さんのおかげで幸せな日々をつかむことができました。本当に感謝しかありません。幸せそうなのは結構だけどさ、どうして桑を持って畑仕事をしてるんだい？彼女の案なんです。国を割る2つの派閥だけでなく、民とも距離を近しくするために同じ目線を持ちたいと。2つの派閥が完全に和解するには長い時間がかかるだろうけど、大丈夫、君たちが変えてくれたんだ。守ってみせますよ。皆さんもまたぜひいらしてください。その時までにきっと立派な国にしてみせます。陛下と国民のみんなと力を合わせて。あれだけの騒動があったのにみんな生き生きしてたわね。あなたが大丈夫って言った理由わかる気がする。そうでしょ、信じてくれて嬉しいです。じゃあここで本当にお別れですね。ええ、元気でね。風邪ひくんじゃないよ。僕は魔人だからひきませんよ。でもありがとうございます。あ、東の方角行きの馬車が出ますよ。それじゃあ皆さん、どうかお元気で。ええ、またいつか。波乱万丈だったけど、とっても楽しかったわ。本当に良かったのか？あの者たちについて行っても良かったのじゃぞ。いえ、僕はまだ知らないことがいっぱいです。この国で知りたいことがたくさんありますから。サレンお姉ちゃん、ルカお姉さん、ううん、皆さんが教えてくれました。僕がしたいこと、今はこの国のみんなのことが知りたいです。僕のいなかったとてもとても長い間のことを。だから国王様、僕がいなかった間のこといっぱい教えてくださいね。宮殿も城壁ももうあんなに小さくなっちゃった。旅の終わりってのはいつだってそんなもんさ。後ろ髪を引かれるならいい旅だった証拠だよ。そうね、その通りだわ。私にとって忘れられないすごくいい旅行だったもの。そういえば今回は私の事情にルカさんを巻き込んじゃった形になったわね。気にしないでいいさ。私なりにいろいろと収穫もあったしね。ソ連に話したことはあったっけか。私たちのギルドは黄昏の都ってのを探しててね。ルカさんのギルドっていうとトワイライトキャラバンの？ああ、何でもあの国じゃ昔強大な魔道具がいくつも作られてたって話じゃないか。その多くが過去に失われたって話だけど、それで町で情報を調べてみたんだ。するとどうだい、あの砂漠の国は日の沈む国とも呼ばれたそうじゃないか。ランドソルから日の沈む西方に位置する砂の国、その都に封印されていた今回の魔法のランプ、偶然にしてはできすぎだと思わないかい？それってつまりあの国がルカさんを探す黄昏の都と関係あるってこと？だったらいいねって話さ。ま、この推測が当たりって保証もない。外ればかり引かされてるからね今んとこ。期待しすぎて肩透かしを食らわないよう、向こうに戻ってから気長に調べてみるさ。そう、
でもルカさんにも得があったならよかった。一方的に損ばかりさせるのは心苦しいもの。ねえ、私たちいい家族だったわよね。ああ、蜃気楼みたいな時間だったけどさ、一夜の夢にしては悪くなかったよ。あんた、その包みは何？本当に律儀な子だね。そんなに気を使わなくてもいいのにさ。あら、お土産の他に手紙？あの子から私とルカさん宛てみたい。内容は。ソ連？なんて書いてあるんだい？黙ったままじゃわからないよ。はい、読めばわかるわ。これを声に出す勇気はちょっとないわ、私。ああ、なるほど。本当に気遣いができるというか、やっぱり願いを叶える魔人って感じだね。な、あんたはダメよ。そうだ、これは私とサレン宛てだから、お前さんは見るんじゃ。あ、サレンお姉ちゃん、ルカお姉さんへ。いつかまたお兄さんと一緒に旅行に来てください。僕、その時までにちゃんと案内できるよう、いっぱいこの国のことを勉強しておきます。今度は皆さんの本当の新婚旅行になりますように。その際はとっても楽しくなるよう、僕もお手伝いしますね。